皆さんこんにちは。前回はプラスチック接合方法と自動化との相性について解説しました。今回は溶着の種類を紹介します。1. 熱媒溶着。自動車のウォッシャータンクやリザーブタンクで採用しています。熱板と呼ばれるヒーターを取り付けたプレートを加熱し、ワークを押し当てる接触式と、ワークを熱板に近づけ接触させない距離で輻射熱を利用しワークを加熱する非接触式の2種類があります。どちらの方式もワークが融点を超えるまで加熱し、溶けた面同士を押し当て圧力をかけた状態で冷やして固めます。自動車のウォッシャータンクやリザーブタンクの多くは半分に割った状態で成形し、熱板溶着で貼り合わせる方法で生産されています。 2. 超音波溶着。超音波振動による摩擦熱を利用した溶着方法です。直接溶着と伝達溶着の2種類の方法があります。直接溶着。直接溶着とは、工具ホーンと呼ばれるワークに超音波振動を伝えるパーツを押し当て、その周辺を溶かす方法です。板厚3ミリ程度までの同じ材質の板材を2枚重ね、その上から工具ホーンを押し当て発進させると、工具ホーンが触れているところのみならず上下の板間からも発熱します。融点を超えると上下の板が融合し、冷えて固まることで接合されます。また下側のワークにボス形状を立て、上側のワークにボスが通る穴を開けておきます。穴にボスを通した状態で上下のワークを重ね、上側のワークを貫通したボスに工具本を押し当て発進すると、ボスの先端が溶け始めます。溶けた先端がキノコのような形で、穴の周りを蓋をするように固めれば、上側のワークは抜けなくなり、上下のワークは接合されます。これは溶着かしめなどと呼ばれる方法で、この方法であれば上下のワークの材質が違っても接合が可能です。費用や工数の削減、軽量化目的でネジの代わりに使用され、布などの接着しにくいものにも活用されています。実際の動画をご覧ください。伝達溶着。伝達溶着は、工具本が直接触れているところではなく、超音波振動が工具本に触れているワークを伝って接合部まで届き、溶着します。わかりやすく言うと、100円ショップなどで売っているタッパーの蓋と本体を溶着するイメージです。この時、蓋の表面は溶けていないのに、蓋と本体の接合部のみ溶けて融合します。実際にはタッパーは蓋と本体が違う材質なので溶着できませんが、接合部分の形状は似ています。直接溶着との違いは、工具ホーンがワークに接触するところの面積です。面積が大きいと工具ホーンとワークの接触部分は溶けにくくなるので、タッパーの蓋と本体のように接触部分の面積が小さくなっているところに超音波振動が集中して発熱しやすくなります。 3. 振動溶着。振動溶着とは、ワーク同士をすり合わせ摩擦熱を発生させて融合する方法です。構造としては、振動側と加圧側があり、振動側は200から 250Hz、0.5 から2ミリ程度の振幅でワークを横移動させます。振動状態のワークに加圧側のワークを押し当てます。ワークの接触面から摩擦熱が発生し、融点を超えると結合します。設備が大掛かりになるため、小物部品の溶着が主流です。短時間で溶着できることと、ワークの少々の変形も矯正できる利点があります。 4. スピン溶着。スピン溶着は振動溶着の回転版です。溶着面が円形になっているもの限定のため、用途は限られます。 5. レーザー溶着。レーザー溶着は、光吸収性樹脂に光透過性樹脂を重ねて、光透過性樹脂側からレーザーを照射し、接合部を加熱する溶着方法です。比較的新しい技術ですので、あまり一般的な溶着方法ではありませんが、これから需要は伸びていく可能性は高いです。溶着とは、プラスチック自動車部品の締結に欠かせない技術と言えます。
なぜならプラスチック自動車部品の多くは PP でできているからです。 PP 剤とは先に説明したような接着剤などによる接着がほぼできないと言われている材料です。ホームセンターなので PP 剤用の接着剤も売られていますが、自動車のような過酷な環境や強度が絶対的に必要な場合には適していません。両面テープの貼り付き性もあまり良くないので、プライマーを塗布した上に両面テープで貼り付けるなどという手間がかかる方法で使われていたりします。樹脂部品と金属部品を組み付ける場合の多くはビスやリベットなどの締結が使われますが、樹脂同士の接合の場合はコストや軽量化の観点から溶着による接合が主流になってきています。自動車部品以外であっても低コスト化、軽量化、そして自動化において溶着は非常に有効な技術です。関東製作所は多種ある接合技術の中から最適なご提案をさせていただきます。樹脂接合に困ったらぜひ当社にご相談ください。こちらは参考サイトのご案内です。今回紹介した内容の記事は MFG 博からもご覧いただけます。概要欄には各サイトの URL が貼ってありますので、その他の記事も参考にしてください。関東 MFG チャンネルではプラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画もご覧ください。次回のご視聴もお待ちしております。